二つののつ意味がある利すること、利得、得分、儲け、得、利益を得るためになること、益になること、公共の利益という利益は、単純に言えば、収入から支出を差し引いたもの、つまり、キャッシュフローを指す。しかし、今日の企業会計においては、利益とキャッシュフローは別の概念である。会計上の利益とは、 収益から費用を差し引いたものである。逆に収益よりも費用の方が多い場合、損失と呼ぶ。利益とキャッシュフローを区別する主な理由は以下の2点にある。損益計算書においては会社の状況を見るためにいくつかの段階に分けて利益を計算している。詳細は売上総利益を参照売上総利益は荒利益または荒れ利益とも呼ばれ。 売上高から売上原価を差し引いたものである。企業の提供する商品、サービスの競争力を表す指標だと言える。売上総利益イコール売上高引く売上原価。もしくは、売上総利益イコール売上高キッシュ商品、棚卸高投機商品仕入れ高期末商品、棚卸高。卸売業や小売業であれば、変動費と売上原価は等しい。 したがって、売上総利益と限界利益も等しくなる。一方、例えば製造業の場合であれば、自社の人件費、工場経費といった変動費に含まれないが、売上原価に含まれる費用がある。そのため、売上総利益は限界利益より低い値になる。営業利益は、事業利益、E ビットとも呼ばれ、売上総利益から販売費及び一般管理費を、 差し引いたものである。販売組織や本社運営の効率性を含めた企業の本業での収益力を表す指標だと言える。営業利益イコール売上総利益、販売費及び一般管理費。イコール販売費及び一般管理費。EBTD、編集詳細は EBTD を参照。EBTD は売上総利益から販売費及び一般管理費の 内減価償却費以外を差し引いたものである。利払い前、税引き前、減価償却前、その他償却前利益、金利、税金、償却前利益などと翻訳されることがあるが、翻訳が定まっていないために EBTD が用いられることが多い。EBTD イコール売上総利益、販売費及び一般管理費の内減価償却費以外、イコール、 販売費及び一般管理費の内減化償却費以外。事業利益、編集事業利益は、事業利益イコール営業利益、営業外利益、イコール販売費及び一般管理費、営業外利益。創出産利益率を算定する際に、通常、事業利益が分子として利用される。ロアの算定にあたり事業利益が利用される理由は、投資有価証券等を含む、 総資産を分母とした経営活動の指標である以上という理由による。経常利益は営業利益に営業外収益を加え営業外費用を差し引いたものである。資金調達の構設を含めた企業の経常的な採算性を表す指標であると言える。経常利益イコール営業利益、営業外収益、営業外費用、イコール販売費及び一般管理費。 営業外収益、営業外費用。ノーパッドは、税引き後営業利益などと翻訳され、営業利益から租税を差し引いたものである。ノーパッドイコール営業利益租税、イコール販売費及び一般管理費から租税。株式に関係する変数の関係純利益は、経常利益に特別利益を加え、それから特別損失を差し引いたものである。当期純利益。 最終利益とも呼ばれる。純利益イコール形状利益特別利益特別損失。イコール販売費及び一般管理費営業外収益営業外費用特別利益特別損失。詳細は包括利益を参照包括利益は資本取引を除いた純資産の増加額から減少額を差し引いたものである。純利益に その他の包括利益を加減して求める。包括利益イコール純資産の増加額純資産の減少額。イコール純利益、その他の包括利益。イコール、販売費及び一般管理費、営業外収益、営業外費用、特別利益特別損失、その他の包括利益。留保利益は、企業の営業活動により生じた過去の利益を会社内に留保したものを言う。 会計上では、利益上預金のことである。限界利益は、貢献利益とも呼ばれ、売上高一単位の変動からそれに対応する変動費を差し引いたものである。管理会計で用いる。限界利益イコール売上高から変動費。粗利率は、売上高に対する売上総利益の比率である。売上高営業利益率は、売上高に対する営業利益の比率である。 総資産利益率は、総資産に対する利益の比率である。ロアとも呼ばれる。総資産利益率を算定するにあたっては、利益として営業利益、ノーパッド、事業利益を用いるのが適切である。分母たる、総資産が負債と自己資本との合計である以上、分子たる利益に負債の調達コストを反映させるのは二重計上となってしまうためである。自己資本利益率は、 自己資本に対する利益の比率である。ロイとも呼ばれる。この算定にあたっては、分子として、経常利益、純利益を用いるのが適切である。経常利益及び純利益は、負債の調達コストである、財務費用を反映した指標だからである。資本利益率は、売上高利益率と、資本回転率の積として表される。資本利益率は資本に対する利益の比率であり、 売上高利益率は売上高に対する利益の比率であり、資本回転率は資本に対する売上高の比率である。例えば株主資本利益率は株主資本回転率と売上高等基準利益率に分解される。資本利益率は資本市場での最低取引のため業種の差はそれほど顕著でない。一方で売上高利益率と資本回転率は 業種により大きくその数値が相違する。例えば製造業は流通業に比べて売上高利益率が高く資本回転率が低いがその席である資本利益率においては両業種の数値は差して差がなくなるのである。期限の利益減損利益減に受けている限度の利益で消費、滅出既存の分を差し引いたもの。有興に使われた分は含まれないが 生活費に使われた分は含まれる。一出利益反射的利益法律が公益を保護している結果として生ずる間接的な利益のこと。例、医師法の診療義務による診療を拒まれないという利益、関税法の関税による国内生産者の利益。反射的利益であっても相当の根拠、効果がある場合は裁判所に法的利益であると認められる場合もある。 つまり、反射的利益は、法的利益と排他ではない。訴えの利益履行利益有効な契約が履行され、債権者が得たであろう、利益のこと。例、土地の売買で、買い主の売買契約が履行されて、土地を買い入れ、他に転売して得たであろう、利益など。信頼利益有効でない契約を有効であると、信頼したものの利益のこと。例、 土地の売買契約を有効であると信じて、土地の調査に必要とした費用やその土地上に建てる、つもりで買った建築材料の費用など、ありがとうございます。